澤、和田がボールに行く、和田マイナスのクロスが出ればチャンスになる、ゴール前シュートだー、西矢、栃木逆転、アディショナルタイム3分15秒、途中出場の和田と西矢がいい仕事をしました。右から和田達也がよくボールを生かして、そして最後西矢でした。この粘り、2人に囲まれながら、あ、ディフェンスに引っかかったところ、これを西矢がファーから押し込みました。キーパーは完全にニアに寄っていました。